2022年9月28日、NPB 希代の安打製造機、内川聖一が NPB からの引退を発表しました。横浜ベイスターズで10年、福岡ソフトバンクホークスで10年、そして東京ヤクルトスワローズで2年過ごした内川は、次の舞台として独立リーグ、大分ビーリングスに入団することが決まりました。そんな内川の特徴といえば、短期決戦に滅法強いこと。ソフトバンク時代に出場していたクライマックスシリーズ、日本シリーズでは屈指の勝負強さを誇っていました。しかし、かつてドラゴンズで監督を務めていた落合は、2011年の日本シリーズにて、内川はバットに細工をしていると指摘したことがあります。内川は本当に違反バットを使っていたのでしょうか？今回は落合が指摘した内川のバットの真相について迫ります。短期決戦の鬼。大分県立大分工業高校に在籍していた内川聖一。高校時代は甲子園に出場する機会こそありませんでしたが、ずば抜けた野球センスを発揮し、高校通算43本塁打を記録。この打撃技術がスカウトの目に留まり、2000年のドラフト会議にて横浜ベイスターズからドラフト1位指名を受けました。入団後は戦力として活躍できず、昇格と降格を繰り返していました。また、原因不明の体調不良などで、ボールを握ることすらできない時期もあり、決して順風満帆なキャリアではありませんでした。内川は当時の心境について、このように振り返っています。5年目ぐらいまでは毎日必死だった。レギュラーをつかみかけては話す。そんなことが続くうちに、他球団では同い年の中島博之や、片岡康之が活躍し始め、置いていかれる感覚があった。このように他球団のライバルを意識しながら練習に励んでいた中、徐々に代打などの数少ない機会で結果を残すようになります。そして8年目、26歳の年についにファーストでレギュラーを獲得。そして初めて規定打席に到達し、首位打者、最多安打、最高出塁率のタイトルを獲得しました。この年に記録した打率3割7分8厘は、今なお破られていない右打者の NPB 記録です。こうして覚醒した内川は、以後7年連続で打率3割をマーク。NPB を代表するアベレージヒッターへと成長しました。2010年オフに FA 権を行使してソフトバンクへ移籍。移籍1年目には再び首位打者に輝き、史上2人目となる両リーグでの首位打者獲得という偉業を達成しました。そんな内川の打撃センスは歴代でも屈指。 NPB のレジェンド名捕手である谷繁元信は、内川について、平成では一番いい右打者だと思っていますと高く評価しています。またノムさんこと野村克也は、プロ野球始まって以来の好打者、右打者でこれだけ器用に効果的に変化球に対応できる打者は60年プロ野球の世界にいるけど見たことないと、その技術を大絶賛していたことがあります。ソフトバンクではキャプテン、4番を務めるなど、中心選手としてソフトバンクの黄金期を支えます。特に内川の活躍が光ったのは、クライマックスシリーズ、日本シリーズの短期決戦です。クライマックスシリーズでは安打、本塁打、打点の通算記録で歴代1位を記録し、シリーズ最多となる3度の MVP を受賞。日本シリーズでも MVP1 回、優秀選手1回を受賞するなど大活躍。そのため短期決戦の鬼、ミスター短期決戦の異名を持つほどです。内川がソフトバンク在籍時に獲得したタイトルは、リーグ優勝4回、日本一6回と、まさに優勝請負人としてチームを牽引していました。ヤクルトに移籍した2021年はヤクルトが日本一を達成。そのため内川はソフトバンク時代の2017年から5年連続で日本一に輝き、結果として一人5連覇を達成しています。このように勝負強いバッティングで短期決戦の鬼として活躍していた内川。しかし、そんな内川に対しケチをつけたのが名将落合博満です。なんと落合は2011年の日本シリーズの際、内川に対しバットがおかしいと指摘したのです。一体内川のバットは何がおかしかったのでしょうか。
落合の指摘。落合が内川が使用しているバットに不正追及したのは2011年11月13日に行われた日本シリーズでのこと。この日ドラゴンズの先発だった吉見は走者を出しながらも粘りのある投球を見せていましたが、3回にワンアウトから連打を浴びます。そして1、2塁で打席に内川を迎えます。すると突然落合がベンチから出てきます。そして本田球審に歩み寄ると内川のバットを指差し何かを指摘したのです。そして本田球審は内川に指摘内容の事実確認をします。指摘内容について本田球審はこのようにコメントしています。バットの形が変わっている、グリップに何か入れているんじゃないか、多少太くなっているので確認してくれと言われました。スポンジ状のアンダーラップのようなものが一緒になっていた。本田球審から指摘を受けた内川は不服そうな表情でグリップに巻いていたテープの一部を剥がします。結果的に内川のバットはグリップ部分にスポンジ状のものを詰めた後テーピングで固定するという独特の工夫が施された代物でした。その後バット自体は野球規約に抵触しておらず問題なしと判断されましたが、最大限に集中していた内川にとっては水入りとなり、マウンドの吉見は絶好の間をもらった形に。仕切り直しとなった勝負は初球のフォークでセンターフライ。吉見は直後の松田もライトフライに仕留めて序盤の最大のピンチを脱出しました。こうして中日は当時12球団最強と言われていたソフトバンク打線を1点に封じ込め2対1で勝利。1点差ゲームをものにし2連勝を飾りました。内川はこの打席以降第3戦まで14打数1安打と不調が続き、結果的に落合の指摘により苦しむことになったのです。中日側の指摘については内川の集中力を切るための落合の作戦だったのではとも言われていますが、テレビ画面からもわかるほどグリップが変形していたことから細工している可能性があるという落合の指摘は最もだったようです。中日の捕手を務めていた谷繁は内川のバットについてこのようにコメントしています。昨日から気になっていた、たまたまあのタイミングになってしまったけど、陽動作戦とかそういうことでは絶対ない。そして落合はいいじゃんそれはと多くを語らず、正捕手から報告を受けた指揮官が自ら確認しに行ったということのようです。しかし自チームがピンチの際に抗議したこともあり、ここぞという場面だからこそ指摘したという声を上げるファンも多く、落合が仕掛ける心理戦に感嘆する声が多くありました。 SNS 上では落合の采配に対しこのような声が上がっています。落合氏は本当に野球が分かっているとしか言いようがないんですよね。だから采配も絶妙です。こうした野球人が増えることを願います。これこそ監督のあるべき姿、落合監督ならそうやりかねないなど憶測や疑心暗鬼を相手に思わせた時点で落合監督の術中にはまっているんだよな。最高の場面でボルテージ下げさせてるという心理戦にも勝ってるのがすごいよな。指摘するっていう一度しか使えない切り札みたいなのをここで使うのがやばすぎる。このようにここぞという場面で切り札を切った落合の采配に驚きと関心の声が多く集まっていました。一方の内川はあまり感情的にはならず、冷静に相手の観察眼を称賛していました。バットを指摘されたことについてこのようなコメントを残しています。悪くないと言われている以上変える必要もない。同じバットを使いますよ。クレームは逆にすごいところまで見ているなと思った。選手のどんな細かいところも見ている。逆に勉強になった。そしてお互いが納得できる状態で試合ができればいいと第3戦以降の逆襲を誓っていました。優勝争いの緊張感の中で野球がしたいという強い思いで横浜から FA で移籍してきた内川にとってこのぐらいの逆境は望むところだったのでしょう。やはり希代の安打製造機のメンタル、そして次の勝負に臨む集中力は素晴らしいものがあります。落合の真意。落合はなぜあのタイミングで不正追及をしたのでしょうか。ドラゴンズのピンチの場面だったため、両チームのファンの間では心理戦、恍惚など賛否の議論が起こることになりました。
果たしてその真意とは何だったのでしょうか。このことについてはノムさんとの対談にて落合は答えを明かしています。ノムさんは内川のところで抗議に行ったじゃない、あれは何なの、じらしと尋ねます。すると落合はあれは俺は知らなかったの。そしたら前の日から谷繁が内川のバットに何か入っているっていうことを言ってたの、あれは選手が先に見つけたのと明かします。続けてノムさんが本当に入ってたの何かと聞くと、ええ、まあこういう丸ではないですよ、縦に固めたようなと説明する落合。野村が本人は何に利点があんのと続けると、ノムさんゴルフやりますと切り出し、俺もゴルフやらないからよくわからないんだけど、もし専門家に言わせたら力の入り具合は違うっていう、それがこのシリーズに関して言えば審判が OK 出したから問題にならないでしょうけど来年は問題になると言い切って二人の会話は終わりました。この対談では落合は特に動揺させるために指摘したといった発言はせず、ただ気になったから言っただけといった態度で話をしていました。これが落合の真意かどうかは定かではありません。しかし吉見に間を作らせたことでピンチを脱出しゲームに勝利したことを考えると、落合なりの揺さぶりだった可能性はかなり高いのではないでしょうか。やはり名将落合の俺流采配は見ていてとても面白いですね。このように内川のバットについて指摘した落合ですが、内川の実力にはしっかりと評価をしており、内川が2000本安打を達成しながらも不振に陥っていた際にはエールを送っていたことがあります。落合は内川のフォームについて指摘を行った後、今の打率は2割を超えた程度、内川も7年連続で打率3割以上打っていたように毎年3割を打つバッターというのはこういう時全く打てていない気がしていると思う。ただ2000本安打を達成したことで変な気負いもなくなると思う。ここから本来の姿を取り戻すでしょう。と同じ右打者として屈指の打率を残してきた落合ならではのアドバイスを送っていました。不正追求はしたものの内川の打撃技術はしっかりと認めているようですね。22年シーズンでヤクルトを退団した内川は22年12月3日独立リーグの九州アジアリーグに所属する大分Bリングスへの入団会見を行いました。地元での現役続行にもう一回大分の地で野球をできるワクワク感が強かったが、今はしっかりやらないといけないという責任感が増してきていると心境を語りました。そして自分の中でもまだまだ野球が好き、プレーをしたいという思いがありました。何チームか声をかけていただいたんですけど、最終的に自分が生まれ育った地で現役生活を終えたいというのがありましたし、最後ユニフォームを脱ぐ姿を地元で見てほしいという思いと大分入りを決めた経緯を明かしました。内川の野球人生は来季以降も続きます。平成のプロ野球史に名を残した安打製造機のこれからの活躍に期待しましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。